いや、最終回面白かったですよね。突っ込もうと思ってたらあっという間に次の場面に行っちゃって、本当にどの場面も見逃せないし、まだ伏線が残ってたんだって思いました。本当、あっという間の1時間でした。はい、ということでこんにちは、うりさんです。ネメシス最終回、解説と感想動画になります。今回はドラマの時間軸に沿って、 1案内救出作戦2関係での出来事3事件後のそれぞれ4ドラマ全体の感想この流れでお話ししていこうと思います過去にもネメシスの動画アップしていますので是非チャンネル登録していただいてチェックしてみてください風間が拾ったのは白い土のついた石でした。前回葉っぱでは って考察ししてていいたたのは間違っていましたねこれはごめんなさいですでもなんで石が自動車の中にあるのっていう疑問は残りました星君が渡した秘密道具の一つは因身分離器でしたそのタイプの石灰岩の産地をある程度特定この後の流れは考察した通りでしたね武甲山の南側に到着天久和夫の遺 水質資源が豊富という言葉で関県近くの山道まで到着ここで和男の言葉を回収するとは思いませんでした社長が注文した電波探知時計で建物を発見ここまでの流れはスピーディーでしたね建物の中に潜入するのはどこかの廃棄港だと思っていたのですが劉陽一が元中国雑技団五軍という特技を発揮したのはすごかったです ここででねじ込んできたたかと思いました本当にチームが一丸となってましたよねともみの目的は難病治療のために初めのデータが欲しかったデータの中身は本物でしたね残り1%で気づいたのはデータが膨大だったこと HSCM を引き起こす遺伝子は一つではない複数の遺伝子が複雑に絡み合って疾患を生み出している そのすべてを解明したたわけではなかったちょっとここの解釈が難しかったんですけれども結局初めのデータはごく一部のことが分かったにすぎなくてまだまだ難病治療に役立てるレベルに達していなかったってことでしょうか一緒の部屋に閉じ込められて部屋の酸素を抜き始めるんですけれどもその後の展開がどうもよく分かりませんでした ヤマトのセリフ、ポケットの中も全て確認しろこれが後で聞いてきます昔から研究者がデータを持ち去る時その研究所を爆破するっていうのはよくありましたよね結果的にめちゃんがハッキングしてウイルスをパソコンに送り込むのですが起動した時のパスコードがわからないと爆破を解除できない結構最後までハラハラさせてくれました やっとシリコンポケットが役に立ちましたね風間は脱出マジックだけは上手かったマジシャンもやっていた風間の過去の仕事が役に立ったという見事なつながりでしたねこの手錠を外すシーンが一番ドキドキしました初めが最後に伝えたこと栗田へアンナのことを頼む風間へこれからはお前がやりたいことをやっていけアンナへ アンナが生まれてきてててくれれ本当に嬉しかったアンナが生まれてくることを望んだ2人のお母さんがいることを忘れちゃダメだよこれがドラマのエンディングの流れにつながっていたということですよねいやほんとよくできてると思いましたヤマトの打ったパスコードが別の PC に映っていたのを思い出すという演出がすごいですよね パスコードの内容は結局2001年1月18日を意味するもの。ヤマトだけが20年前から時が止まっていたということで黒幕がなくなるのにすごく引き込まれました。写真を外すクリタあそこもいいシーンでしたよね。写真をボートから外した後2、3秒目をつむるんですけれども込み上げてくるものが伝わって ジーンと来ました渚と2人のシーンも良かったですよねお優しさが溢れていました屋上でネメシスチームが揃うとやっぱり圧巻ですよねどんな生まれ方をしていようがそんなことは関係ないお前はもう俺の家族だ風間にしてみれば20年間いろんなことをやってきたんでしょうけれども今やりたいことは探偵それに必要なのはアンナ 自分なんか生まれてこなければよかったと思っているアンナに「あなたが必要なんです」と投げかける言葉はネメシスからのメッセージだと思いました初めてアンナから「私大丈夫かな?」って言って風間が「大丈夫」っていうのはジンときました3人の心が一つになった瞬間ですねそして最後はポップに終わってくれました 全体としては初回から一気に見ていないと面白くないかもしれませんでも8話ですべての謎が分かっても残り2話ですべて持っていかれたかなって感じでしたもし取りだめされていて一気に見ようと思ってらっしゃる方は1話3話8話最終回これだけでも面白いかもしれません 1一話ごとのお話が最後につながっていくということとそれまでの考察も楽しかったしある程度のところで黒幕が分かったとしても最終回が本当に面白いのですごく楽しみましたはい長い間お付き合いいただきましてありがとうございましたこれからもいろんな考察感想動画をアップしていきますので応援よろしくお願いしますチャンネル登録者数の目標を 1100人として頑張っていきますので、もしよかったら登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイバーイ。